はい、おはようございます。コモレビュースターです。本日はね、2023年の、7月9日日曜日ですね。朝4時です。先週は、六甲山縦走行ったんですね。で、今日はね、あの後やっぱりね、右足首結構痛んでしまいまして、抗脛骨筋炎と思ってたんですけども、どうもいろいろ動かしてみると三角靭帯というね、どうも何ていうかな、いつもと逆の捻挫で傷んでるみたいでね、ちょっとまあ今週はだいぶトレーニングを抑えたんですけども、そろそろね、でもノース京都に向けて動かないかんということで、山の方へ入っていこうと思います。ちょうどね、子供たちが小川町のね、体育館で今日はバレーボールということで、試合があるということでね、その体育館まで見に行こうと思います。ちょっと手前の山から入ってみようと思ったら、迷ってしまいました。山へ登る前にロストです。ムソタの登り口まで来ました。時刻が5時57分。1時間。1時間50分かかってますね。まあ、途中道迷ったり、まあ今日はもう割とね、ゆっくりペースで途中歩いたりしてきてるので、まあまあ、まあ、こんなこともあると。のんびり行きましょうかね。今日はね、ムソタから登って、ずっと山中田に抜けて、目指しているのは犬鳴温泉。一回ね、その、ワンパ広告、山中谷から向こうのね、史跡山、四ツ石山やったかな。あの辺とかのね、山をちょっと、走ってみようかと思っています。いい感じに、ぐちょってますね。よいしょ。なかなかの、もやってますね。いい感じですね。よいしょ。なかなか、六甲のね、きつさを味わってたら、まあここは、それほどのね、シャドっていうのはやっぱないなって思いますね。走りやすいと。まあ、しんどいけどね。ほほほ、真っ白ですね。何にも見えねえ。いろんな時走って、いろんなね、状況とか、試せたら、これはこれで経験値なんかなと思いますね。はいはい。なかなか、ここのコースは、ああいうトップランナーだと、ほとんど走って行けるんかもわからんですね。また今度そういうトレーニングを、ちょっと、やっていってみようと思います。六角堂です。2時間41分。だいたい、やっぱりいつもの30分ぐらい遅れかな。まあ、道迷いと、ペースちょっと落としてるので、まあ、そんなもんで、まあ、思ってるより遅ない感じかな。こっから、山中谷の方へね、曲がって、万博王国目指してます。雲山峰。はい。雲山峰。はい。すっか。こっからね、危ないんで、ちょっと気を引き締めて、下りきます。よいしょ。なかなか、降ってきましたね。
まだ下に向かうっちゅうほどではないけど、まあでも暑いも想定してたんですけど、上からシャワーでちょうど吹き抜ける、今日風結構強いんでね、風でかなりもう僕的には寒いぐらいのかなり快適な、ランニング温度になってますね。まあ、全然食うじゃんね。濡れてんのもちょうどね、気持ちいい感じで快適でございます。このシダが増えてきたら山中谷って感じですね。よいしょよいしょ、すごい、さっきもイノシシ出ましたけど、すごいね、掘り返してるんで走りにくい。地面も柔らかくなってるので、まあ気持ちいいんでしょうね。ワンパク王国までなんとか、4時間以内に来れましたね。3時間58分。ですので大体、雨の中割と慎重に来ましたけども、ムソタから、この山中谷までの、時間は大してね、いつもと変わらんぐらいで来れてると思います。なんかね、やっぱり六甲とかいろいろなとこ走って、なかなか上手に走れたような、まあほとんど歩いてましたけど、歩くスピードもやっぱりね、美濃畑さんのあのイメージのおかげで、だいぶ速歩と言いますか、速いペースで歩けてきたんでね、良かったと思います。はい、じゃあ次はね、ワンパク王国、ここからですね、ちょっとトイレ休憩して、ここから新しい山行きたいと思います。ここ不動湖かな、来たね、昔ね、あの時が足痛めてた気がするな。なんで痛めてたのかな。ね、この上登っていったんですけど、四ツ石山、今回のルートはね、こっち側のまっすぐ行くルートみたいですね。結構な YouTube とかで見たらもう端折られてるので、途中の道の状況とかわからんからどないなもんかなと思うけど、結構荒れてるイメージかな。まあまあ、それでもね、ちょっと探検、新しい道の開拓で、なるべくね、犬鳴きまで行けたらと思います。四ツ石山ってもっと簡単に登れると思ってたけど、めっちゃ登りにくいし、急登で、なんだこれ。北川さんとかめっちゃ時間かかってたんとか、こんなんとかが続くのかしら。なんかえらい犬鳴きとかまででも時間かかるんやなと思ってたけど、こんなんやったらマジ昼まで疲れる。よいしょ、四ツ石山、はい、これだ。あれ、ちゃうか、マジか、まだやった、めっちゃきつかったけどな、ここまでも下ろされてるやん、どうしよう。この間木段こけたんで怖いっす。ゆっくり行きます。もうやぶこぎで来たんですけど、こっから出てきたんですけど、絶対逆ルートやと分かれへんよね。ちゅうことは今後そういう分からんルートが出てくるちゅうことやな。なんかすごい整備されてない感がありますね。いや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 、ワイルドワイルド。はい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 、重曹してる。こんなんやもんね、どこはしようかね。
重装されてるウルトラダイトルの人がここ歩いてたな。よいしょ。すごいな。これあれか。うわ。山。綺麗なとこ。あ、石山こっちか。間違うとこやった。こっちです、こっちです。はいはい。よいしょ、よいしょ。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 で、こっちか。ああ、こっち行ってしまうな。よっ。よいしょ。なかなかすごいな。いや、これはマジでやぶやぶこぎこぎです。前へ進めません。いや、全然下見えへんし。やべやべ。ぶっちゃ。よいしょ。よいしょれい。よいしょれい。よいしょれい。こっちか。ウェイ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 。マジで。大会やで、おい。いやいや、ウェイ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 。前が、やぶやぶこぎこぎだぜ。タタ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 。タタ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 タ。いい。ウェイ。タタ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 。これはちょっと整備してほしいっすね。あんまり人通れへんのやっぱ。もう今んとこはね取れてないですけど、全然道わからんかった。もうだいぶ今のロスト仕掛けこんなんやもんね。こうやったらまだ全然こう突っ切っていったら、あ、ここやろうなやけど、さっきのはちょっと谷に降りてもたんで、また戻ったら違うところにそれっぽい道がありました。四ツ石山完全に舐めてたな、これ。これは、皆さんぜひ聞いてみてください。これは面白い。これぐらい難なく登れるようなのかな。そこからちょっとね、ゲイターとかやっていかな。もうあれですからね、ま、ないじゃん、道が。さあ、頑張っていきましょうか、やぶこぎ。わお。なんかね、昼じゃないんだけど、ちっちゃいシャゴトリムシみたいな、なんかついてた。バイ。いろんなもの作るな、あんだけ。いや、なかなか。またゆっくり見てみようか。血吸われてる感はないやけどな。いや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 、恐るべし。いた、たたたたたた。怖いで、めっちゃ痛かった。これか、トゲだ。これは痛いやろ。うわ、こんなん出てるやん。めっちゃ痛いって。なん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 。でもビビったか、これがトレイルランや。そうなんかな。よいしょ。うわ、血出てきたわ。やっぱこれからあれやね、どんどんこう新しいとこへ進出するとなると、ああいうエマージェンシーとかもほんま考えていかなあかんな。うわ、消えたな。いや、ああ、勉強勉強、ファイトファイト。
今日なんか楠山っていう方へ下っていくことにします。さて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 、道はどうなんだろうね。よいしょよいしょよいしょ、道であったらいいんですけど、よいしょよいしょ、まあ、ゆっくり行きましょう。よいしょよいしょ、よいしょ、なんかね、イノシシもよく出るようなこと書いちゃったんで、ちょっと気をつけておきます。おお、民家ができました。この安心感、ライスピュレ食べてます。これプルーンちゃうかな。これむちゃくちゃうまいと思うんやけどな、勝手に取った悪いしな、すごいな。プルーンかプルーンなのかシメモなのか、それは分からない。露骨に岩穴がある。よしよしよ、ドボンできそうな綺麗なここです。よいしょ、いや全然まっすぐ歩きやんないけど、今ここにあのイノシシいてて僕の姿見て逃げていってしまった。すごいな、なんかこんな風景で空気変わるもんなんな。いやいやいや、やっとちょっと安定したとこに出たけど、いやいや、いや、これはなんか山深そうだぜ。60キロ重装コース、おー、あ、靴畑、昭和山、靴畑、まあまあ地域の山なのかな。これは降りるんだろうな。うわ、すげえ、ヘビヘビ、うわー、びっくりしたよ、目の前にヘビがいてた。あ
ゴロと。ああびっくりした。なんやろあのヘビ。見たことないような。ああ、うい。鳥肌立った。めっちゃ叫んでもたかな。よいしょ。何ここまた。大丈夫なんかいな。よいしょ。ああびっくりした。なんやろ今のヘビ。なんか黄色。いろんな色入ってたけどな、はあ、ちょっと走ってたんで余計にビビった、はあ、脳みその認識が遅れたね、はあ、いやいやいやびっくりびっくり、いろんなもんがいてるもんだ。お車の音が聞こえてきた。近くなのかな。よいしょ。まさかのこんなとこから出てくるみたいな。なんだこれ。もうちょっとええ感じのとこ出てきたやな。よっよっ。いたた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 た。はいはいはい。いよいよ、今度、まあこんなとこから入っていくわけですな。むちゃくちゃやな、これ。なんでこれ、土か。根頃のとこまで来たか。ちょっと、あそこの道の駅で、なんか決めましょうか。一応ね、ここまででもうね、30キロ超えてきたんで、もう、ちょっと疲れましたんで、犬鳴きさんまで行くのはちょっと諦めて、ロードで、あと10キロあるんですけども、子供らの体育館向かわようと思います。ちょっと場所違うんでね、うまいこと、ね、早いかな。あの場、終わってしまうかもわからんのでね。ちょっといろいろ急いで走ってみたいと思います、あとねもう2キロぐらいやと思うんですけど、もうお姉ちゃんの、まず紀の川体育館向かってるんですけど、お姉ちゃんのバレーが終わってちょっともう、ママさんと一緒に、キロに着いたそうで、間に合いませんでした、今日はちょっと町に降りてきてから道間違いというかしょうもないことやって遠回りとか戻ったりしています。ね、先ほども食べちゃったんですけど、最近このセブンイレブンの、糖質 0g サラダチキンバーっていうのね、要冷蔵なんですけど、まあ、すぐに食べれる。去年の6個の時はリュック入れちゃってもうあったかかったんで大丈夫かなと思ったんけど、おお結構ね、紀の川体育館やってみました。もうちょっと距離もね41キロってなってきてるので、まあこの辺でちょっと切り上げて電車で帰るのが得策かなと思います。もう2週間後の京都なんでね、まあ今日はでも足首のね痛み具合とか気になってたんでずっと痛かったんですけどもね、まあここ来ても感覚も体はもうこれでせなしゃあないでっていう覚えさすつもりでやったんですけども、結構足がうまいことね角度調整したら痛みもそれほどなく歩けるのも分かったんで、100キロはねしっかりウォーキングとランニングと織り交ぜてコンスタントに5周走れたらなって思ってます。紀の川市民体育館めちゃくちゃ立派ですよね。めちゃくちゃ立派、ちょっと見ていこうかな。中道具は
Google マップマイナーな道ガンガンまさかこの道じゃないよねっていう道、歩きやったらガンガン来てショートカットするんで面白いですね。ここまでこんな道よ。いやすごいね。ここから和歌山駅まで、ワープしますね。だいたい今43キロ今日は。なかなかいい内容だったんじゃないでしょうか。はい、とりあえず内田駅あれやな、はい、内田駅に着きました。よいしょ、あそこから今日は電車で帰りますし、臭い体が濡れたんやらなんやらようわからん匂いが、まあいろいろね、ヤブコギアのもうあの橋本の草がめちゃ痛かったね。これ結構すり切っちまう、血出とるねやっぱり。まあ、ああいうことあるときはやっぱりカーフかなんかつけていかんとあかんつうことですしゃね。まあその辺も今回勉強になりました。完全に読み違えたんでな、今日は勉強になりました。次回はね、またイエスウルトラダイトで難しさがよくわかりました。やっぱりやってる人らすごいね。たまにウォーキングだけでも一回乾燥してみたいと思うようになりました。頑張りたいと思います。はい、ここ内田駅ですね。初めてこういう感じ、田舎の無人駅みたいな感じかな。よいしょ。はい、木漏れ日到着。まあね、結局今和歌山駅から歩いて、帰ってきて2時21分ね。まあ結局子供らのバレーには間に合わずでしたが、チャレンジとしては面白かったかと思います。まあ、こんなね、撮るにも足らない動画など上げていきますので、まあ、また見てやってください。いや疲れた今日は。